Why did never give up?はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日もちょっと気になる記事がありましたので、ご案内させていただきたいと思います。今日はですね、塩分タブレットや、塩飴も没収された。熱中症続出した音楽フェスサマソニーの厳しい規制に批判殺到という、記事です。これはちょっとなんか一言ではないかなという記事でございますけれども、サマソニーっていうね、サマーソニックっていう野外イベント、もう野外のもう本当にトップ中のトップ、誰もが憧れるねステージだと思うんですけど、このサマーソニック、がですね、今年の話なのかな、行われましたと。今年は気温が最高で35度を超え、屋根も少ない環境のため数多くの人が体調不良を、訴えた中には緊急搬送された人もいる、まあ要するに熱射病になった方が、熱中症かになった方がいらっしゃるということなんでしょうね。ただその理由がの一つとして挙げられているのが、荷物検査によるスポーツドリンクの没収ではないかと、言ってるんですね。で、どうやら特定のエリアの中のみスポーツドリンクを取ってはいけないという、そういう、あ、取ってはいけない、持っていってはいけないというルールがあったようです。で、これはね、その全ての場所ではなかったんですけども、禁止されている場所が最も人気の高い人たちが集まるエリアだったということで、ちょっとそれはというところでですね、物議を醸しているということでございます。で、この炎天下の中、まあ水分を取らない方っていうのは間違いなく、まあ体調を崩してしまいますと。で、まあそれによって今回たくさんの体調不良を起こされた方がいらっしゃったということで、なんでスポーツドリンクをその持っていってはダメなのかっていうところが、まあ、一つ問題になってるんですけど、これは長年参加している方にとってはもう当たり前だろうっていうことらしくてですね、要するに一部の、エリアで、それをやることによると、会場の芝生っていうのかね、そこがそのスポーツドリンクがこぼれたりすることで傷むのを防ぐためっていう風に言われているらしいです。そうです。結局芝生が劣化してしまうからやめてっていうことらしいですね。で、結局その飲むつもりだったものを取られてしまったから、多分飲まずに、もうちょっと想像するだけで恐ろしいですよね。で、これに対してちょっと、まあ僕が思うこと、まあ例えばその水とお茶さえ飲んでいれば、まあなんとかならんこともないのかなっていうのは僕の中であるので、その水とお茶だけしっかり、まあ、持ち込むことができればいいのかなと思うんですけども、その飲むつもりだったスポーツドリンク、例えばポカリセットみたいなものを没収されてしまったら、飲むものがなくなった、こうなった時まずいですよね。これどうなんですかね、その会場には売ってるんだったら、もうこれはもう買うしかなかったのかなって、思うんですけど、まあ、売ってないことはないよね。どうなのかな。いや、もうルールとしてその芝生が劣化するのを防ぎたいからということで、もう置けないんだったらこれ仕方ないですよね。ここは僕本当に仕方ないのかなと思います。ただ飲むつもりだった人たちがもっと分かるように、スポーツドリンクが禁止だという項目を宣伝の中に、例えばじゃあパンフレットがありました、パンフレットというフライヤーっていうんですかね、あの中にもう誰が目で見ても分かるように、スポーツドリンク持ち込み禁止ですみたいに書いとくべきではないかとも思います。そうすれば気づく人もいた
じゃないかなと思うんですね。今回おそらく気づいてない人がたくさんいたんだと思います。それじゃあ宣伝になっていないと思うんですよ。もちろんそんなことをでかでかと書くのもどうかなって思う運営側の気持ちもあるのかもしれないんですけど、でもこれめちゃめちゃ大事なことなんですよね。何でもそうですけど、よくなんかちょっと飲んだだけでものすごく体が痩せましたみたいな、飲むだけで痩せるのみたいな、なんかそこだけもう効果を実感とか書いてあるくせに、ほんとこれの小さいところにね、個人差があります。一番大事なのはそこやってことはならないかもしれませんよってことでしょう大事なこと書けよみたいなね、それは分かるように書かないとダメだと、書いてないのであればね、だってこんだけ気づかなかったってことは書いてないっていうことなんじゃないのかなと思うんですよね。本当に思います。そしたら、何も飲まずにやるっていう人はいなかったんではないかなと思うんですね。だから今回のことでそのスポーツドリンクが没収される場合があるということは認識できたっていうぐらいのニュースになったんじゃないかと思うので、次行かれる方はさすがにね、覚えてるんではないかなと思います。で、もちろんね、そのミネラルを取らないといけないっていう意味でポカリセットとかって大事って言われてますけど、逆に取りすぎても糖尿病になるとか言われてたりするんですよね。よく言われるのはそのミネラルウォーターにもミネラル入ってるぞと。だから別にわざわざ塩を取らなくてももちろん少しはあった方がいいと思うんですけど、それよりも水分を全く取らないは絶対やめた方がいいと思います。今回持ってきたものを没収されてもったいないから買わなかったっていう人は次からぜひ気をつけていただきたいなと思います。本当に人間って水分なくなったらもう終わるんですよ。だから僕本当にもちろんそういう野外のライブ行った時には持っていきましたし、もう10年以上僕お風呂入る時には必ずコップにね水入れて置いてますよ。で飲みながらお風呂入ってます。じゃないと脱水症状を起こしそうな気がするんです。もう備えあれば憂いなしなので必ずも置いて飲みながらやってます。そんくらい人間の中で水分って大事なんですよね。そうなんです。だからこそ今回のニュースっていうのはいろいろな注意喚起にもなったのかもしれないなと思いますけども、一つはこういう事例があるということなので必ず野外に行く方は一度注意事項確認した方がいいと思います。そして運営側の人たちもっと分かりやすくスポーツドリンクの持ち込み禁止ですか分かるフライヤーを作っていただきたい。昨日それこそイベント会社の方とイベント運営サポートする人の打ち合わせみたいな動画を見てたんですけど、そういうの話し合わなきゃ大事なことだと思います。命に関わりますので、皆さんも水分だけは本当に気をつけてくださいね。僕はよくいつも水分取ってるのみんな見てるでしょ。大事よ、大事大事。ということで、本日はこちらの動画を紹介させていただきました。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは失礼します。